つもありがとうございます、ありがとう、うん、芦田渉さんビール入ってたんですね、笑うって、うん、もう今日帰ってきてどうビール入ってるよね、行く時も買い物行ってるから、うん、でテレビ見ながら、うん、ビール昼間から飲んでご飯食べてそんで仕事行こう、うん、でも飲まない方がいいよね仕事行くのにね、うん、ね、でも飲んでくんだよ、うん、ね、お刺身のおじいさんのお母さんナイスしたよってありがとうございます、いつもありがとうございますね、うん、ありがとう、いつもありがとうございますね、すいません、うん、今日いくらか涼しいねお母様ね、うん、昨日台風大したことなくてよかったね、ね、ありがとう、いつもありがとうございます、お体に気をつけてね、うん、やっちょさんコメント読めない、ごめん、仕事を行くのにお酒はあまりよくないですねって本当ですよね、すぐそうですよね、ビリカラちゃんハートプレゼントってありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ピリカラちゃん、こちらバーガー、バーガーありがとうございます、バーガーありがとうございます、ありがとう、芦田渉さん、いつもよりいくらか涼しいねって、そうですね、しまっちさん、今日はこんな放送をしていて楽しいって、介護施設入った方が良くないって、うん、この人なんか嫌な嫌味があるね、ちょっと嫌味があるコメントね、うん、ポリンちゃんナイスしたよってありがとう、いつもありがとうございます、ポリンちゃんありがとうございますね、 いつもありがとう、そらちゃんお昼ご飯食べてきたか、うん、食べましたかって、お昼ご飯、うん、食べたよ、うん、あのねネギトロ昨日買ってきたネギトロ食べて、うん、あとはね、あと何食べたっけ、すごい忘れ、あ、肉団子を3つ食べて、うん、あとは何か食べてよ、うん、飲むヨーグルトも飲んでる、そう、うん、昼ご飯ってね、うん、あのあれ食べた昨日の、うん、ネギトロ、そう、あと天ぷらの残り2つ食べた、うん、かぼちゃとね、エビがあった、エビ、うん、それきれいに片付けたね、だって古いもんから片付けていかなきゃ無駄になっちゃうもんね、そう、芦田渉さん本人が何をすればいいか、何ことをひろりんちゃん、私もネギトロお昼に食べた、そうですか、うん、ねえ、うん、私も食べた、うん、そらちゃん便秘どうですかって、うんうん、治ったね、こうお腹の痛いのね、こう寝ると大変になるけど、ここにねここに腰掛けると、圧迫されるのよね、腰の筋と、これがね、多分そうだと思う、ね、なんか今日も眠たいな、困っ
始まったら前くも眠くっちゃね。うん、生協の、うん、美味しい飲むヨーグルト、うん、純生だからね、うん、こうやって配信できることは素晴らしいです。ありがとう、ボリンちゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、うん、ありがたいです。ゆきちゃんめちゃくちゃ食ってね、いるねって、うん、そうだね、うん、こちら中村ロモンドさんめちゃくちゃ食べてるねって、うん、ゆろりんちゃん、ゆせさん今日疲れてそうだよってね、うん、せがれは朝帰りだし、ひろりんちゃん、よせさん今日疲れてそうって、いつまでも元気でいてくださいって、ありがとう、あしらさんありがとう。こちらそらちゃんないぞ、眠くなっちゃったよ。そらちゃん、ヨーグルトのビフィズ菌は腸内環境を良くするのでいいと思いますって。そうだね、さっぱりしてるね、うん、シュガーさん、ゆせさん、さいき、ナイスをしたよって、ありがとう、うん、寝るのを配信するのどうするのさ、笑うって本当だいね、うん、眠気覚まし、酸っぱいものを食べてはいかが、あ、梅干しいいかな、梅食べる、うん、酸っぱいもんてはところてん梅干し、どうしてもらおうか、うん、眠たくなっちゃった、夢の中で、うん、髪の毛落ちたから拾ったらうちじゃなかった、ね、何食っつったっけ、何言ってたのだ、眠くなっちゃった、あ、梅干し食ったんだよな、
そうそうそう、思い出した、うん、ああ夜が遅いとねやっぱり眠いね、うん、でもね1時半ならないとこで終わったんか、1時半か0時回ったから切ってって言われて回したんだよね。あ、日が当たってきた。あー届かねえわ、うん、これだから大変なんだ。捕まるとこがね動けるんだけどさ、あれ何と肉打ったっけ、もう忘れた。どうしたんだ。あ、梅干したいな。梅干し食べる。梅干し食べてさ、ねえ、みんな悪くなっちゃうもんね。梅干しがいいわよ。よし、捕まんないとね歩けないから用じゃねえんだよ。何か捕まってればねいいんだけどね、どこがどうなってんのか、腰ひねっちゃったんだよね。ああきついな、R くんが弱いとねきついね人生ね。ソフトクリームがないから辛いねって、そう、うん、辛いね、うん、ね、ソフトクリームがあればね。でもね今日さ土曜だからね、ポイントじゃないからね、明日買った方がいいな。200円で1ポイントね、だから1000円で買うとさ、普通は5ポイントじゃね、200で1だから、だけど5ポイントだけど5倍だから午後25ポイントもらえる。ほんとね500円の券が出る、うん、最近さそういうの気にしないで買ってるから、うん、券がちっとも出ないよ、うん、最近みんな努力してくれてねえよ買い物に、うん、前はねポイントの日を磨けて買った。ほんとね面白いようにねポイント貯まるよ、うん、ね、明日買えば25ポイント、うん、かぶさないで怒る人もいるねって、うん、ゆうせいさん歌おうよって、うん、アイスないのって、皆さん、うん、かぶせてごめんね、よっこいしょ、うん、歌おう、うん、今さ目が覚めない時はあれがいたら持ってきたいよ、梅干し、うん、これはさ、これはいつの、うん、8月19日だって、もう過ぎたよね。おしんこ入ってるね、おじいだよこれ、おじい、おしんこ買ってさ置きっぱれだよ、まあ、これ食った方がいいんじゃない、ねえ何でも食べるか、また傷んでるかさ、傷んでる、うん、うん、傷んでない、うん、うまい、あ、これ目が覚める、うん、ちょっとラー油でついてるな、うん、うまい、あ、目が覚めた、うん、まるで中途さん何食べても大丈夫だよって、うん、もったいないよ、8月19日だもんね、うん、辛い方が食べたんだよ、キムチはこっちが食べてない、ね、うん、
もったいないね。私もったいないもんは全部食べるね。よっちゃん、いや、だいぶ、いや、うん、やだから、うん、うん、うまいよ、大丈夫だよ、うん、歌おうよって、何歌おう、うん、何歌う、ね、ありがとう、ありがとうね。うん、目が覚めるからね。うん、私、配信でさ、物を食べてねえときねえね、そういえばね。何しろ朝が遅いから、鋼の胃袋をしそうって。これ、ほら、眠いとき、梅干しって言うから、うん、梅干し出してきた。そうね、じゃあ何歌う、うん、お母さん来てくれたからお母さんの歌先歌う、うん、ねえ、Cさんのお母さんの歌ね、うん、さっきナース押してくれたでしょ、うん、お母さんの歌歌えない時あるんだよ、もらっても、うん、だからね、喉入れると歌えねえしさ、うん、ロンちゃんね、歌っておくれよ、うん、お母さん来たから岩壁の母歌おうね、あ、そうだそうだね、うん、岩壁の母と清水湊の順調だよね、うん、歌おうかね、おじゃ目が覚めるだろうからね、あ、Cさん無理しないでね、ありがとう、ありがとう、大丈夫ですよ、うん、眠気がさしちゃってね、眠いとね、うん、ダメなんだよ、うん、歌うたとね目が覚める、うん、絶対やるね、うん、ありがとうね、うん、でもねおしんこ食べてます、おしんこ種出した、うん、まだ梅干しまでいかね、うん、今おしんこ食べてる、おしんこ、こっちキムチ、こっちは白菜、もう期限切れてるね、うん、期限来たらさ、うん、8月19日だってよね、おじいが買ってきてごめん、置きっぱで、なんでも責任持って食べないね、さ、うん、あ、目が覚めるように歌うか、今日も結構ねパンツ洗ったりしてたから睡眠とってねえんだ、だってさあんまり遅くなって洗濯できねえじゃん、配信やなくちゃだからね、うん、時間に追われて生きてる人生、うん、だからパンツだってさ、うん、手洗いしてさ、うん、2枚干して、うん、あと洋服も少し洗おうかなって思ってる、うん、でも無理、うん、どうぞ睡眠取れなくなっちゃう、もっといい眠りが出るね、うん、ダメだね、いい眠りね、あ、頑張るか、うん、種、うん、まだおしんこ食べてる、ミミちゃん、うん、これから梅干し食べるね、うちのせがれ今日いるよ、うちに、うん、
中村モンドが来たからリンゴを焼けたって、うん、ほらね好きだねリンゴを焼けがね歌いますねじゃあね、うん、あれあれもう何 ?3 時あそうか2時からやったもんな、うん、じゃあすぐ空之助ちゃんがまた来てくれるよ体操終わって空之助ちゃんがナイスっていつも来てくれる、うん、もう3時やだね、うん、じゃあおじいも仕事終わったじゃん2時半だからね、うん、こんな忙しいんだ私の人生もう3時、うん、腹治ったうん治った、うん、おかげさんでね、うん、あれから出ねえけど治ったよソラノスケちゃん来ると思ういつもないナイスをしてくれるからラジオ体操始まった5分で終わるからさソラノスケちゃんがいつもナイスをして来てくれる近いんだようちと、うん、ねうちと近い空のふるちゃん、うんうん、青空さん開始時間14時からでしたってそうだよね2時だったよねということは1時間だったんだね、うん、1時間だね、うん、1時間で何ないつ増えたんかな100いくつ取っといたんだ昨日の夜うんまあじゃあ食べるかやるかやるかねでも空之助ちゃん来るよそうだね、うん、2時だよね、うん、もっと早くやればいいのにねダメなんだよやることいっぱいあってさうちのことね、うんね、猫がさ何回も外に出たりご飯食べたりねあとはお水もちゃんと取り替えてやったりね14、2時ぐらいになっちゃうすぐうんうんせだれいるよ何もしない自分の部屋にいるだけ何もしないよ、うん、大変だよ私もねえ、うん、ありがとう、はあどうしよう歌歌っても空之助ちゃん来てくれると思うよ絶対今体操が終われば、うん、近いんだようちと空之助ちゃんねえ、うん、あらまた蚊が入ってるもう3分あと2分で終わる、うん、あつーちゃんいいねしましたよありがとう、うん、つーちゃんありがとうありがとうねつーちゃんありがとうみーちゃんディーケアかもよってあディーケア行く時もあるね、うん、空のすけちゃんねそうとこないよね、うん、そうレアケアに行ってるからね、うん、そうわかんないね、うん、彼も同じも彼も何もしなくてくれないんでお尻が叩いちゃいますよってあそうなんだ、うん、なんかつけてくれればいいのにね、うんそうだね、うん、
なんか助けてくれればありがたいね、うん、そうだよ、ちょっとしたことでもね、自分一人で全部やってると疲れるね、それはわかるよね。やっぱりさ、一軒はみんな助け合わなくちゃね、そうだよね。お金だってそうでしょ、ね、助け合わなくちゃ。私もらってなんかね、二人ともに、何も。ほんで、やることは全部私にさせて、おかしくない。ありがとう、秘密のプラセンター様、ヨセさん、こんにちは。ありがとう、バーブルバールーン、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、秘密のプラセンター様、ありがとう。そらちゃん、ご飯作って横でグーグー寝てられました。助けてほしい時、助けてほしいですね。そうだよね、わかるよ、ね、ここで横でグーグー寝てて、わかるわかる、やっぱりさ、一緒に暮らしてる以上は、助け合わないとね、自分一人で全部を治ったんじゃね、やっていけないよね、わかるよ。あむしらさん、いつもありがとうございます。ヨセさん、こんにちは、ありがとう。にゃんこちゃん、ありがとう。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんの爪、ありがとう。アムシュラ様、ありがとうございます。ありがとう、にゃんこちゃんの爪、ありがとうね。こちら、マガラちゃん、風船に行こう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。今日空のすけちゃん来ないかもしれない、デイケアかもしれない、この時間来ないってことはね、そらのすけちゃん体操がおるとね、いつも来てくれる、ゆうせいさん体操終わりましたってね、歌ってって、歌うんじゃん。今日はなんでこんな眠いのかな、わーってしてるのかな、暑いのかな、どういったらね、じゃああれか、お母さんの歌から歌おう、リンゴだっけ、中村モンドさんは、藤田のまこちゃんはリンゴの歌だっけ、あ、空の毛さん今日まだまだ来ないみたいだし歌おうよ、そうだね、どっか行ったんだね、デイケアかなんか行ったんじゃない、何、リンゴ、お母さんの歌先じゃなくて、どの歌だ、
眠くなったね、またありがとう、ありがとう。何の歌がいいの、何の歌がいい。ガイモンちゃん、こんにちは、こんにちは。リンゴ、あ、ハヤトンボさん、いつもありがとう、大好き、ありがとうね、ありがとう。ハヤトンボさんね、歌って何してんの、こんな眠ってんかな今日。何やんだっけ。あ、打たないね。魚焼く夢見ちゃった。魚でも焼くんかなと思って。こちら、リカ、何？リカハロちゃん。リカハロちゃん。ヨセさん、お話ししたくって。リスナーは来てるのに、居眠りは失礼だよって、寝た方がいいのではって、そうだね、リンゴ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 、歌って眠ってるのにコメントする意味、笑うってね、さあ歌うかんじゃ、さあ今日すごい眠いんだよね、眠い日もあるよね。なんか私ばっかり動いてるような気がして、もうくっついちゃって何にもしないんだもん、男二人。やるか。たーちゃんリンゴ、あ、洗濯もご飯も全部やってヘトヘトですって、えらいね、おどらちゃん、でね、そらちゃん、えらいね。みみちゃん、もう一度おで笑う、もう歌おうぜ、ありがとう、ありがとう。じゃあ歌おうかね。眠いんだよな、なんか。それのすけちゃん、夕方だな多分ね。さあ、じゃあ歌おうか、うん、ひばり感じ、歌うか。冷たく食わないと目が覚めねえだよ。さあ歌うんじゃ。なんか夢見てんだよね、寝ながら。いろんな夢を寝ながら夢見てる、うん、梅干しね、ちょっとね、さっと寝ようって、さっと歌ってさっと寝ろ。
そんなうまくいくかな。はちみつ梅、はちみつ梅、あーじゃあやるか。本当にきついね、短時間でさ、いいな、それ嬉しさは楽だけど、そう、こっちは1時間1日ぐらいやっててさ、さあいいじゃん、疲れちゃってた。まだ歌早くない、 夜のがいいくない、歌うの、77名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いしますね。眠たいのを歌います、よろしくよろしくお願いします。よせちゃん、2番のフォロワー1万人がいねえだよ、81人だよ、やっちょさん83年、フォロワーは1万5000円じゃね、1万500いくらいって、600ぐらいいってるかも、どこにいるのその人たち、来てくれないかな、ね、フォローだけかな、そう、1万以上だよ、1万ね、この間調べてもらったら15,500人、15,550人か、それより増えてるよ、もう結構、だからもう16,000いくらぐらいになってると思う、あれからすごい増えてる、寝たら来ないよって、そうなん、フォロワー1万もいるの、そら大事にしないとねって、そう、みんなフォローしてくれてるよ、下手よ来ない、フォロー1万もいるのにね、そうなの、やるかんじゃ、ちょうどいや交換するなった、さあじゃあやります、では美空ひばり、ふんぞり帰っていたねって、そう、こうにはないと腰が痛いんだよ、ね、中村蓮、とぜぜってね、ありがとうありがとうね、さあじゃあ、美空ひばり、リンゴ追い分け、ありがとうございます、ありがとう、ああ声が出るかな、結構声やられちゃってんだよね、はい、じゃあね、歌います、リンゴ、ああまるちゃんありがとうございます、いつもありがとう、ナイスポチッとって、ありがとうございます、ありがとう、今日眠くってさ、眠くて居眠りべしするね、はい、じゃあみこちゃん盛り上げ、にゃんこちゃんプレゼント、は
ありがとう、みこちゃん。盛り上げ、プレゼント。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。変な夢ばっかり見せろ。早くリサイタルしてよったって声が出ねえんだよ。変な夢ばっかり見てろ。よいしょ。ああ、そうありゃ、なおさねえと腰が痛いんだけど。俺、バイト行っちゃうから、早く歌ってよ。あ、そうか、バイトやるんだ、また。ありがとう。じゃあ歌うよ。ありがとう。さあ、美空ひばりさん、リンゴ、おいわけ。ありがとうございます。ありがとうね。はい、じゃあね。はい、じゃあね。リンゴの花びらが風に散ったような、月夜に月夜にそっと、すがる娘は泣いたとさ、つらい別れを泣いたとさ、リンゴの花びらが風に散ったような、ああ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 あ、ありがとう、ありがとうね。さっきみっちゃんが盛り上げ花火じゃね、あ、にゃんこちゃんくれたよね、言わなかったね、眠くってね。ありがとう、みっこちゃん。みっこちゃん、ありがとう。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんの爪、ありがとうね。みっちゃん、ありがとう。みっちゃん、ありがとうね。遅くなってごめんね。居眠りばっかりしてて。ダメだね。ありがとう。こちら、そらちゃん。とんでもないトンちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、とんでもないトンちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ダキャちゃん、かっこいい声してるねって、良い声してますね。とんでもないですよ。俺バイト行っちゃうからってね、やっちょさん、ありがとう、ありがとうね。じゃあ、あらあらあら、えらいもんだ。あらあら、うまいよって、うん。ミスターオリバーちゃん、うまいよ。悪いけどって、ありがとう。ありがとうね、オリバーちゃん。ありがとう。お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドゥドゥ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマツヨシ、こちら、ふわっちの、なんだっけ、詰め合わせ、なんつだっけ、ゴールデン。ゴールデン詰め合わせ、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、ありがとう。オリバーちゃん、ありがとうございます。最近アイテムすごすぎるって、うまいよ、悪いけどって、ありがとう。やっちょさん、売店行ってくる。売店じゃない、バイト行ってくるだよね。ご苦労さん、今頃行くんだ、いつも。そうなん。パチンコ屋だいね、頑張ってね、やっちょさん。悪いね、ありがとう。よかったよ、一曲歌って。ありがとう。やっちょさん、頑張ってね。頑張って。頑張って。暑いけどね。リンゴまだ歌わないの。歌ったよ。
モンドさん歌ったよ、もう歌ったよね、歌ってるよね、絵文字間違えたよ、よっちゃんバイバイって、ありがとう、ありがとうね、頑張って行ってきてね、よかったよ、やっちょさん今日土曜でもサービス業忙しいね、頑張ってね、頑張ってね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、気をつけて、気をつけてね、46時見てるわけじゃないんだよって、四十時見てるわけ、あ、中村モンドさん聞こえ、わかんなかった、さあじゃあ、お母さんの歌歌うわよ今度ね、お母さんにナイスもらったよね、ね、あれよね、さあ完璧の母、完璧の母歌うわよね、ちょっと飲まないと、さあね、歌います、母は来ました今日も来たこの岸壁に今日も来た届かぬ願いと知りながら、もしやもしやに、もしやもしやに、ひかされて、ああ、あの子は帰ってこないって言うんだよね、この岸壁で待っている母の姿が見えんのか、岸壁の名前は舞鶴なのに、なんで飛んできてくれぬね、なんだっけ、シベリアは寒かろうね、この手で温めてあげたい、それまでわしは